誰？俺のベッドに女の子がいるわけ？あっ、あっ、頭痛い。大丈夫ですか、カカオ？ああ、多分大したことない。ってなんで俺の名前を知ってるんだよ。どういたしまして。いや、こりゃ一体何なんだ。俺やばいことやっちゃったのか。いやそんなことない。まだキスもしたことないこの俺がいきなり女の子を自分のベッドに連れ込むなんて夢だ。これは夢なんだ。だったら寝てなきゃねっと。昨日なんか悪いもんでも食ったかな。十分です。夢これは夢なんだ。起きがけの夢にしちゃリアルだった。欲求不満なのかな。にしえちをしよ、恋をしよ。チョコレートみたいに。あなた変態ね。いや、コンドームよ。なんだ。ハオハオ。凄まじい気を発する娘じゃ。面白い。こんな娘がいるとはの。ひなの、許さないで。カカオ、せっかく会えたのに、初めて好きになったのに、どうして死んじゃったんですか。寂しくなります。勝手に殺すなよ。主人公が1話で死ぬかよ。カカオ、カカオ復活したんですね、グレートランキー。
前の体、木でできてるんじゃないか。はい、十分です。みちゃ楽しくなりそうじゃ。待ってんのは俺の方だろ。ひなのいいこと思いつきました。何？覚えてないならこれから覚えればいいんです。そういうこと言ってんじゃないだろう。どういたしまして。それに、なんでお前の体は木でできてんだよ。そう、さてな。十分。とりあえず食うか。はい、うん、俺学校行くんだからついてきちゃダメだって言ってるだろ。でもひなの一人じゃ寂しいです。店番のハムハムと遊んでろ。何か起きたことは間違いないんだよな。授業が終わったところまでは記憶があるわけだから。おはようカカオ、昨日は大変そうだったね。あ、イワシ。あ、何？お前の知ってること全部俺に教えてくれ。僕が見たのはカカオが女子ソフトボール部の連中と揉めてたとこだけだよ。女子ソフト？ん？これ頼む。イワシに迫る。行きますわよ。私のこのボール、打てるものなら打ってごらん。遊ばせ。
と聞きたいことがあるんだけど。あなた、そこをどきなさい。今私の見せ場なの。これは事故ですわ。この私のボールが早すぎたせいでございます。ああ、私には罪はありませんわ。で、撃っちゃった、ごめん。雨よ、私の涙を隠しておくれ。私の涙を雨と一緒にこの大地に流してしまっておくれ。村方先輩。デボラ君、君に敗北の涙は似合わない。君の美しい瞳に似合うのは勝利と喜びの涙だけだ。さあ顔を上げ、そして僕と一緒に明日の勝利のためにまたこの茨の道を歩き出そうじゃないか。村方先輩。デボラ君。村方先輩。デボラ君。村方先輩。デボラ君。村方先輩。もういいかな。昨日何があったか聞きたいんだけど。カカオ、貴様、昨日何があったかだと？いや。昨日の償いはきっちりしてもらおうじゃないか。え、償いって、何のことだかさっぱり。村方先輩。デボラ君。私とあなたの永遠不滅の愛のためにも。カカオのボケをしばき倒してくださいませませ。任せてください、デボラ君。消えた。どこだ。待ちしゃい。あ、キラちゃん。素敵ですわ、村方先輩。ここに逃げ込んだのは分かっているんだぞ。ここか。ビッグバーン先生。乙女の着替え中よ。うやーっとカカオ君、私の眠りを妨げないでくれたまえ。パパイヤ先生、昨日俺何かしましたか？ガーナ先生のところで人騒ぎあったようだが。失礼しました。眩しい、閉めてくれたまえ。はい。ガーナ先生、いるの？うわぁ、はあ、どうなってんだこりゃ。えっ、うわぁ。うわぁ、なんだ、おわ死んでる。カカオ、やっと決心をしてくれたか。もう待ちきれないです。ひなの学校へ行くです。はむ。あんなことをしていて何も覚えておらんとは情けない。何があったんです？それにあの女の子、一体何なんですか？わしの召喚魔法授業の受講生になると約束するなら教えてやってもよいね。ずるいよそんなの。受講生が増えないとわしはクビになるかもしれんのだ。お前には立派な魔法使いになる才能がある。わしの目に狂いはないんじゃ。興味ないもん魔法なんて。だってダサいじゃん。うわっ。
受講生になれ。わかりました、わかりました。なります、なります。だから昨日何があったか教えてください。あの子は妖精じゃん。妖精カッコ、今行くですよ。モンスターオロロンバーと名付けられた怪物はマイクログランド学園方面に向かってゆっくりと進んでおります。一人の少女がオロロンバーから必死に逃げております。彼女は逃げ切ることができるのでしょうか。それともこの怪獣の餌食となるのでしょうか。果たしてこの美少女の運命は。運命、運命を感じる。昨日わしはお前に召喚魔法の素晴らしさを教えるために実演をしてみせていた。これから召喚魔法で妖精を呼び出してみせる。腹減った。あ、あ、ガラ先生、これいただき。あ、それはいかん。ごちそうさま。賞味期限が200年前に切れてる魔法用のチョコだったのに。腹壊しても知らんぞ。大丈夫大丈夫、俺胃袋最強だから。なんだか変な気分になってきた。さあ始めるぞカカオ。イエーイ、やれやれ。ラルゴ・イシーネ・バウム・ゲンダールさん、ラルゴイシーネバグゲンダールさん。何なんだよあれ。変なものが見えますよ。静かにせんか。だってだって面白いんだもん。あ、アクション。あた、バカモン、術式の途中で魔法陣が崩れたら大変なことになってしまう。早く出てこい妖精さん。ロストしてしもうた。もう取り返しがつかん。おまけに豪華の爆炎が発動してしまった。村方先輩。デボラ君。村方先輩。デボラ君。と、こういうわけじゃ。お主のチョコ酔いくしゃみのせいで召喚しようとしていた妖精はロストしてしまうわ。それどころか精霊界とこの世界のバランスを崩してしまったかもしれん。頭が痛かったのはチョコ酔いのせいか。チョコ癖悪いのお主。あんな変なチョコ置いとく先生が悪いんだよ。ん？ひなの。